シノのメは、大日本帝国海軍の駆逐艦で、シノのメ型駆逐艦のネームシップである。同盟艦に、吹雪型駆逐艦のシノのメがあるため、こちらは、シノのメや、ノノのア愛などと表記される。1897年10月、イギリスのソーニクロフト社で、第3号水雷艇駆逐艇として起航。1898年3月16日、 第3号水雷艇駆逐艇は、篠の名と命名される。3月21日、帝国海軍は、海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定。篠の名型の各艦は、水雷艇駆逐艇に分類された。1899年2月1日に巡航し、水雷艇に類別。同年4月15日、横須賀に到着。1九百年六月十二日、 帝国海軍は海軍艦艇類別標準を制定。水雷艇駆逐艇の分類が廃止され、軍艦の一種として駆逐艦の種別が設けられた。篠の目型の各艦も駆逐艦に類別されるとともに、同時続けで佐世保陳寿府所艦となる。また、白の日以外の古籍は常備艦隊に編入された。1902年6月7日、沖縄県を巡航中に、 池間東北方に広がる八重市で座礁。巡洋艦赤紙、西円、駆逐艦薄雲の救助を受けた後、8月5日に佐世保に寄港した。1904年、日露戦争が勃発した際には、第一艦隊の第三駆逐隊に所属していた。2月8日の第一回旅順口攻撃では、防護巡洋艦パルラーダに魚雷を命中させる戦果を上げた。 その後公海海戦、日本海海戦などにも参加した。戦勝後の1905年10月23日、横浜沖で挙行された、外戦艦艦式に3列、第4列に配置された。1912年8月28日、日本海軍は艦艇類別標準を改正。駆逐艦のカテゴリーが軍艦から分離され、計画排水量1000トン以上を1等。 1000トン未満600トン以上を2頭600トン未満を3頭駆逐艦と、規定された。篠の目型駆逐艦は3頭駆逐艦に類別された。1913年7月20日、淡水から真行に、開港の途中、台南町阿比港北西沖で暴風のため座礁。同年7月23日、船体切断し沈没。同年8月6日、除籍 同年11月29日、沈没のまま売却。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。